水分高まさは CBC テレビのアナウンサー。三重県北室郡北町出身。三重県立津西高等学校、早稲田大学、第二文学部卒業。1985年 CBC にアナウンサーとして入社。入社初期からスポーツアナウンサーとして野球やサッカー、ゴルフなどのスポーツ実況を担当。2010年は5月2日の中日クラウンズでの 石川遼の1ラウンド58の男子国内ツアー新記録で世界記録のテレビ中継実況及び6月16日中日ドラゴンズ岩瀬ひとのりが対北海道日本ハームファイターズ戦で通算250セーブ達成のラジオ中継実況を担当している。なお6月7日岩瀬が対埼玉セーブライオンズ戦にて9回逆転を許し救援失敗の際の ラジオ実況も彼が担当していた。2011年、岩瀬の日本新記録プロ通算287、セーブ達成を J スポーツに似て担当している。塩見圭一のスポーツ部長転出に伴い、2012年7月1日付でアナウンス部長を兼務。趣味はカラオケ。同じ早稲田大学出身で作家の重松清とは面識があり、 学校指定の教育実習で都内の私立高校で2週間だけだが、行動を共にしたことがある別冊ラジオパラダイス、DJ 名ー,ーから、水分、高政の校より、同局内の野球中継番組のページには、プロフィール写真が載っていないため、地上波中継ではなく J スポーツに中継の CBC、制作文で実況を担当している。2021年6月16日、 ボイノリオの聞けば聞くほどの番組内で結婚を発表。NHK ウィークリーステラ1998年6月12日号、全国アナウンサー、キャスターメーカーにアナウンス部長を引き継ぎました。ありがとうございます。